亡くなられた方に対して一層寄り添う、一層寄り添った対応もあり得たのではないかと考えられます。常勤医師の確保などの医療体制、この強化を挙げているところでありますが、この点は医師会の方々も含めまして、しっかりと改めて亡くなられた方とお母様をはじめとするご遺族の方々に対しまして心からお悔やみを申し上げます。そして命をお預かりしている収容施設の中で尊い命が失われたことに対し心からお詫びを申し上げます。収容施設として大切な命を預かっている、命を守るという基本中の基本を虚心坦懐に常に見つめ直していれば、亡くなられた方に対して一層寄り添う、一層寄り添った対応もあり得たのではないかと考えられます。